薩摩仙台市百字町百字町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧薩摩国薩摩郡百字、郷百字村、薩摩国薩摩郡栄里郷百字村、薩摩郡栄里、村大技百字、川内市百字町。郵便番号は895-0007。人口は2413人、世帯数は876世帯。薩摩仙台市の南西部、 百字川の上流域から中流域に位置している。阿佐域の北方には、栄里町、宮崎町、平助町、南方には、関学産地の中だけ、東学、関学の両線を境に、市菊式の市に接しており、セリケーや及び冠ン里だけに接する。また、東方には、日脇町市比や、西方には百字川を境に、川長野町、勝目町がそれぞれ接している。 アザ駅の北部には住宅地が多く所在しており、薩摩仙大私立英利小学校が所在している。付近には鹿児島県立川内高生園があり、施設内に1979年までは英利小学校の分校が設置されていた。また、地域のほぼ中央部を南北に、鹿児島県道36号川内郡山線が通り、それに沿って九州新幹線の効果が 南北に通っている。主に北部の平野部には水田があり、南部の山地では畑作が行われている。百字という地名は、多くのことをつなぎ合わせること、長く続いて絶えないという意味を持つ、百綴りに類する語に由来するという説がある。百字という地名は古くは、戦国期より見え、薩摩国薩摩郡のうちであった。天文5年の島津勝久から、 イリキーに餌サトへの当てがい上に、薩摩国仙台軍のうち百字、木所領のこととあるのが初見であると考えられている。大英六年には、島津寂久が百字の地を占領し、山崎重友を上司とするが、イリキー氏により何度も攻撃を受け天文八年に、陥落し、再び、イリキー氏が占領。その後岩岳城は百字城と呼称されるようになった。元気元年に、 英理金氏は百字と共に、平田すく、高江、宮里、天達のうちであり、村高は、県地目録及び、天保豪町では1098国余り、休校給料では984国余りであった。明治2年には百字号は、山田号と合併し、英理郷のうちとなった。1889年に、町村制が施行されたのに伴い、 百字村は、営里郷に属する山田村、田崎村の区域より営里村が成立した。それまでの百字村は、営里村の大技、百字となった。1956年9月30日には、営里村が、薩摩郡江村と共に、川内市に編入された。同年の10月19日に、鹿児島県広報に掲載された、市村の配置文号に伴う、 大技の廃止及び町の新設により9月30日付で、旧営利、村大技100時の区域をもって新たに、川内市の町、百時町が設置された。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。 この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において川内市の町、字については現行通りとすると協定されたため名称の変更は行われずに薩摩仙台市の町となった。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。